ヨネマネですよ、シュウセミが。本日なんですけど、本日はおすすめのクレンジングをご紹介したいと思います。それでは早速、行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日はおすすめのクレンジングオイルをご紹介したいと思います。で、クレンジングについて皆さんの方に最初シェアさせていただきますね。で、クレンジングっていうのはどうしてもクレンジングすると大事な皮脂っていうのは削ぎ落とされてしまいます。なので、その落とされちゃうのはもうどうしようもないんですよね。もう絶対なので。で、それをいかにどういうふうに半減させるかっていうのは、クレンジングオイルした時に、まあクレンジングした時に、いかに摩擦をしないで早く落とすかなんですよ。っていうことは、もう乗せた時点でクレンジングオイルとかクリームとか、乗せた時点で本来ブワって取れる、浮いてくるっていうのが一番の理想なんですよね。もうどうしても皮脂は、削ぎ落とされちゃうので、大事な皮脂がね。なので、じゃあどうしていこうかってなった時に、まあ皆さんね、どのものを使おうかなっていう、植物由来性とエステル系、プラスエステル系に植物由来性がね、あるもの、このまあ3つの種類に分かれてくるのかな。基本的にはまあ2つの種類なんですけど、まあそういうふうに分かれてくるかと思うんですけど、その中でじゃあどれを選ぼうかなってなった時に、まあ、よりね敏感肌の方ってすごく多いかと思うんですよ。しかも、まあ、敏感肌に作られた商品っていうのはもう当たり前のようにあってもおかしくはないと思うんですよね。もう全部敏感肌に作ってくれって僕はすごく思うんですけど、その中で僕がおすすめする商品をご紹介したいと思います。はい、でこちらになりますね。ボタニッククレンジングオイルになります。はい、こちらが 450ml 入っているものになります。で、まあ、こちらね、よりね敏感肌に作られたもので、植物由来性なのですごくおすすめできる商品になっております。で、まあ、エステル系ね、僕使ったことあるんですけど、まあ、ちょっとそっちが合わなくて、まあ、エステル系プラス2番手3番手に植物由来性のオイルが入っているものを使ったこともあるんですけど、僕はなんかシュウムラのオイルがすごく合うので、しかもあと使い心地がめちゃくちゃいい。これだともう12,600円とか、まあ1万円以上するものなので、割と高いものなので、まあそれはねやっぱりね植物由来性でもすごくいいものなので、やっぱりいいもの使うといいなって僕はすごく思いました。で、まあいろいろねドラッグストアで売ってる安いものとかあるんですけど、エステル系とか植物由来性のものとかもあるんですけど、まあいろんなものを結構使ってきた中で僕がたどり着いたのが割とこの商品になるのかなって感じになります。で、以前はグリーンのやつを使ってたんですけど、割と新しく出たタイプのやつかな、匂いもすごく良くてそれも大好きなんですけど、こちらがまあ割とねボタニッククレンジングオイルだけあって、まあね高級エステの匂いがしてめちゃくちゃいいです。まあ敏感肌、乾燥肌、植物由来性のものを探している方、クレンジングオイルはぜひこちらのねシュウエムラのクレンジングオイル、ボタニッククレンジングオイルをおすすめしたいなと思います。で、あと結構僕のチャンネルの方でコメントすごく多いんですけど、日焼け止めめちゃくちゃおすすめしてて、もう絶対これはねもう絶対してくださいっていうね、1年通してっていうね。それでサンクリームを塗った時にクレンジングオイルしてますかとかね、僕のコメントとか DM とかすごく多いんですよ。もう一番多いんじゃないかなっていうぐらいめちゃくちゃ多いんですけど、基本的に僕これ使ってます、これを。はい、で、まあ第一洗顔だけで落ちるものが多いんですけど、基本的にサンクリーム、韓国のサンクリームとかだとね、僕が紹介してるものだと。でもまあ割とちょっと心配だったりするので、あと BB クリーム塗った時とか落としております。もう割とね摩擦させないでサーッと落ちるので、僕の場合だとその BB とかねサンクリームとかだと。なのでこちらをおすすめしたいと思います。あともう一つ、あとねこちら Amazon とか、あとまあ基本的に Amazon かな、 Amazon とかで安いもの売ってるんですよ。明らかに 2,3,000円ぐらい安いものかな、売ってるんですけど、ちょっとね成分がね違う、記載されてるものとかあるんですよ。ちょっと僕は安いものはおすすめできないかなと思います。で、ちょっと Amazon のなんかねレビューとか見てもらうとすごく皆さんお分かりになるかと思うんですけど、ちょっと記載されてるものが違かったり、そういう声があったりするので、割とねちゃんとしたものを買いたいっていうのであれば、デパートに行って買ったりとか、でシュウエムラの公式ホームページで買うのが僕はおすすめできるかなと思います。はい、でも本当にね高級感ある匂いでもうサッと落とせるので、ぜひねこちら男性の方もおすすめできるかなと思います。はい、まあ、本当にクレンジングオイルというのはそのスキンケアの中で本当に一番大事なので、しっかりベースができてそこから保湿なので、これしたらあとね保湿絶対してくださいね。もう絶対もう 120% 絶対してください。ちゃんとしっかり落とした後に保湿をすることが大事なので、そういう皮脂が落ちちゃうので保湿をしっかりすることが大事になっております。
はい、で今回ねボタニッククレンジングオイルのご紹介をさせていただきました。めちゃくちゃね高級感あってね使い心地も良くてもうオイルなんですけどさらっと使えるものなのでぜひ皆さんの方に使っていただければなと思います。なんかわからないことがありましたら下のコメント欄の方にコメントいただければ僕もね全部ねお答えしていきますのでぜひぜひコメントの方もお待ちしております。あとねこんなものとかあげてほしいとかこんなものを調べてほしいとかありましたら下のコメント欄の方にいただければぜひぜひアップさせていただきますのでぜひぜひコメントの方もお待ちしております。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アニョン。